はい。明日シェアハウスに移るから、でなんか今日はオペラハウスとかもう一回新しいカメラでちょっとパシャパシャと撮り直して、であとはまあエアーズロックに働きに行けるかどうかはあと待つだけだね。仕事出るのに1500ドルっていうのはバカバカしいけど、まあ4回応募して4回とも行けなかったから、まあこれは投資だよな、しゃあねえよ。なんか今日札幌の大通りっぽいことになってるな。ビアガーデンとかいっぱいあるわ。すげえな、屋台がいっぱいあるな。やっぱり王子はみんな仕事中でもスマホはいじるんだよな。